熊本県運転免許センターは、熊本県菊池郡菊陽町にある、熊本県警察が管理する運転免許試験場。県内における唯一の運転免許試験場である。外観2001年までは、免許の更新などを行う、旧免許センターと試験業務を取り行う、運転免許試験場とに分かれていたが、あまりに離れていて不便であったこと、および施設の老朽化を理由として、 熊本市郊外の菊陽町に新たに施設を設けて移転し、免許更新等業務と運転免許試験場業務の一本化を行うことになった。旧免許センター跡地は、熊本県が企業を支援する施設であるインキュベーション施設、夢挑戦プラザ21として、建物はそのままで生まれ変わったものの、2008年1月で閉鎖された。その後、2010年に、 タ磨大病院が土地を落札し、旧建物を解体した後2013年5月に新築移転した。運転免許試験場は移転時に廃止、取り壊されており、2019年現在跡地は熊本県博物館ネットワークセンター多目的広場となっている。1962年11月運用開始。広報松橋、瀬第66号。 p により運転免許センター跡地に、病棟機能など移転へ、堀尾会、託間大病院熊本経済2010年10月5日、閲覧熊本県博物館、ネットワークセンターを知っていますか ?2019 年3月24日、閲覧、熊本県博物館、ネットワークセンター2019年3月24日、閲覧、ありがとうございます。